も武藤千春です。さあ今日はですね、久しぶりにこのジュアバックドローエキスパートアカデミー長野校にやってきましたが、試験を受けて合格して、まあ、いよいよ実際に自分のドローンを使って飛ばしてみようっていう段階ですね、はい、で今日はですね、これから使う機体が届いたということで、受け取りに来ました。機体の前になんですけれども、はい、実はこの中に合格の証明書をお持ちしましたので、ちょっとこれからお渡ししたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、すごいちゃんとこういうのもあるんです、ね。はい。まずですね、はい、こちらが技術証明書になってまして、じゃあこちらをまず、はい、お渡しします。はい、ありがとうございます。合格おめでとうございます。ありがとうございます。おう、ちゃんと10時間以上の飛行経歴、夜間飛行もやりました、星外飛行もやりましたっていう、ちゃんと記録が残りました。はい、そしてですね、じゃあちょっとこれも出します。おう、そんなカードみたいなのもあるんですね。はい、これもちょっと画面で見せていただいて、ありがとうございます。免許証じゃないんですけど、ドローン免許証みたいな、はい、ちゃんと顔写真も入って、ライセンスとして、はい、お渡しさせていただきます。これは合格した人はみんなもらうんですか？全員にお渡ししています。これまたなんかいろいろ申請したりとかするのにも、そうですね、必要になってくる。このデータを添付していくような形になります、はい、じゃこれでこう申請とかも割とスムーズに、そうですね、はい、ありがとうございます。ピカピカの証明書をもらいました、はい、改めておめでとうございます、はい、ありがとうございます。というわけで機体の方をお持ちしたいと思います、はい、少々お待ちください。お待ちください、はい、お、はい、こちら持ってまいりました。結構、はい、ボリューミーな、はい、大きい感じですね。届きました。イエーイ。さあじゃあ早速開封していっていいですか？はい、開けましょう。はい、まず開けてみます、はい、何が入ってるのか。機体以外もいろいろ備品がありますよね。はい、もう一緒に確認していただければと。結構重いよ、はい、重量ありますね。はい、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん。お、なんかバッグみたいなのが入ってます。よいしょ、おー、パンパンに入ってる。おー、はい、重っ。結構重い。割と重量あります。なんかバッグもしっかりしてますね。はい。持ち歩きに便利な感じ。ショルダーになって、はい、開けられて。で、これを開けていく。じゃじゃーん。いろいろ入ってますね。わーって出してみちゃいましたね。何が何だか分からないけど、いろいろ入ってます。これで全部かな？全部かな？多分全部出しました。はい、はい、じゃあちょっとこれも開けてみますか。そうですね、一個ずつ。ちょっと硬いですね。あ、そっち進むんだ。ペリペリ。あ、開いた。さあ、何でしょう。あ、これはあれかな、コントローラー。はい、そうです。よいしょ、これは、あ、バッテリーか。はい、そうです。これはバッテリーの、まあ、充電器と一緒になってる、はい、あ、なんかいろいろ出てきた。あー、あれだ、プロペラとかだ。そうですね、いっぱい、なんかいっぱい入ってる。予備と一緒に。あ、予備もついてるんですね、はいはい、お、結構なんかずっしり。はい、ずっしりしてます。これが DJI 社のエアスリーってやつです。はい、あ、こっちに。こんな感じかな。あとは説明書とコードが入ってます。はい、はい、ということで出揃いました。はい、結構いろいろ入ってましたね。そうですね。で、今回私が選んだというか、りかこさんにおすすめして選んでいただいた機体がこの DJI Air 3という種類で、ドローンでこう明確にこれしたいっていうのがあんまりこうふわっとした状態のまま、私は講習を受けたんですけど、まあ、やっていくうちにもちろん撮影も楽しそうだなとか、あとは最近ドローン減災士みたいなものも
てきてるじゃないですか。そうですね。でやっぱり防災っていう観点でも、私も防災士として活動してますけど、そういう部分でもこう使えるシーンがよりどんどん増えてくるんじゃないかなっていうので、そういったあの活用方法にも興味がありますし、あとはあの農業分野でもドローン、はい、まあね、こういうのじゃなくて多分もっとそれって大きいやつだと思うんですけど、そうですね、あのそういう部分でもドローン使われてる農家さんとかって全国にいろいろいらっしゃるんで、割となんかこういろんな使い方を試してみたいなっていうので、あのりかこさんにはご相談してました。あのこうカメラドローンとして の, あの機能っていうところを重視した方がいいのかなっていうところで、あの、まあ、これくらいコンパクトに持っていただけたりとか、うん、持ち運びもこのショルダーバッグでできるっていうところを考えて、このエアシリーズっていうところの最新機種をおすすめさせていただきました。もうね、はい、これいいですよね。なってるんですけど、これもね、教師の時と違いますよね。いろいろ充電して、でここにスマホとか iPad をつけるってなったら、スマホと iPad も充電してとかっていう手間が増えるよりは、ね、これとこれさえ充電しとけば、うん、バッテリーさえあれば大丈夫っていうのは、なんかめちゃくちゃ手軽に取れる気がしますよね。そうですね、うん。じゃあ早速機体を見ていきたいと思いますけど、はい、これもうプロペラは今つけて、でここにカメラがあるんですもんね。あ、なんかカメラがレンズが2つついてる。そうですね、広角と望遠が1個ずつついてるような。うーん、はい、あとやっぱ軽いですよね。うん、前の教室で使ってた時と比べると、ちっちゃい、こんなちっちゃくなりました。いや、めちゃくちゃいい。よかった。で、こっちに後ろにバッテリーが入って、そうですね、でこのつまみを押さえて取るだけ。バッテリーもやっぱ前の教習の時と比べるとコンパクトですね。そうですね、ちょっと細くなったような感じで、うん、はい、これ1本だと時間で言うとどれぐらい飛行できるんですかね。一応スペック上は40分以上、0% まで飛ばすってこと教習でもしなかったと思うんですけど、30分とかっていうところになりますね。でも結構前使ってた機体20分弱ぐらいでしたもん ね。でこれをじゃあ仕事であの飛ばすぞってなった時は、やっぱちょっと3本じゃ足りないかなって感じですか。そうですね、ちょっと心もとないかなっていうのはあって、あの授業の安全の項目なんかでも、はい、予備を持ちましょうっていうお話をさせていただいたと思うんですけど、うん、できれば5本とか、うん、っていうのを持っとくと、まあ、安心して業務なんかにも使っていただけるかなと思うんですけど、で最初はこの3本で使いつつ、うん、自分 の, その活用方法がいろいろと変わってきたら、うん、それに合わせて買い足していくって感じですかね。そうですね、それが一番いいと思います。そして次がこれですね、はい、プロポ。これじゃあつけてみてもいいですか。はい、その前にあれですね、ここがあれがない、あのスティックが、ね、スティックがない。そう、ないんです。最初あれこれ不良品みたいな、はい、ちょっとドキドキすると思うんですけど、ね、どこにあるかお分かりになりますかね。ちょっと探していただいて。どこだ。あ、これか。はい、このプロポの後ろになんかついてました。これ取っちゃっていいんですかね。はい、もう 取れますかね。あ、取れた。お、はい、スティックの取れて、これをくるくるっと回していただくと、あ、ついた。あ、つきました。おー、はい、なんかしっかりここに固定してもらって、うん、はめとかないと、はい、つきました、ちゃんと。これだからより収納しやすくしてるってことですね。そうですね、とにかくコンパクトに、コンパクトに、うん、じゃあちょっとつけてみたいと思います。ついた。おー、綺麗だな。画面めちゃくちゃ綺麗で、ここの文字しか映ってないので、ね、綺麗って感じる。これだから画質もめちゃくちゃいいってことですよね。もちろんです、うん、はい、で、しかもタッチパネルだから操作が、うんうん、説明書とか見なくても、そうですね、なんか割と感覚でできちゃいますね、うん、スマホをお使いになってる方はもう結構いつも通りの操作をやっていただければ、うん、はい、ということで今日は、届きました DJI Air 3を開封していきました。これちょっと使いこなせるかなっていうのちょっとドキドキなんですけど、はい、でも割とこうなんて言うでしょう、このスクールを経て、じゃあこれから趣味でも、まだ仕事っていう段階じゃなくても趣味で飛ばすってなると、まあ、こういうとこから始めるのがいいんじゃないかなっていう感じですよね。そうですね、ただあのお仕事に使っていただける、うん、
る期待でもあるので、うん、どん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 あのご自分のレベルアップと一緒にあのいてくれる期待なのかなっていうところです、うん、はい、ちょっとずつ使いこなしながら自分のものにしていって、はい、この YouTube でも私がこれで撮った映像をお届けできるように頑張っていきます。でこれただこの機体をじゃあゲットしたからよし今から飛ばしに行こうってことじゃないですもんね。そうですね、いろいろ申請とか、まあ、それも座学で勉強しましたけども申請してちゃんとここで飛ばすよっていうスケジュールも考えて、でこう飛行 の, あの組み立てとかもしてって、そうです、ね、でいざ飛ばすって感じですもんね、はい、もうぜひ学んだことを活かして、うん、あこの前言ってたのはこのことだったんだっていうのを、うん、実感を持ってやっていただければ一番いいのかなと。またじゃあ実際に飛行するそんなシーンをこの YouTube でお届けできると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。捉えながら下ろしてみますか。ちょっとだいぶ遠いですけど、もう。